ンポン。さて、本日はみんなのキャラ属性について議論していきます。はあ、まずこの私、頭脳明晰、容姿端麗、内視鏡の微生物。ならお前肉眼で見えないじゃん。超正統派ウルトラブリブリザイモン美少女。途中ブリブリザイモンいたけど大丈夫？あれ、見直すとこがない。まずその頭を見直せ。鼻の豚、あかりちゃん。あかりちゃんといえば、なんだろう。包容力、お団子、治療の神ディアンケと、マシュマロ、モッツァレラ。お前何連想してんだ、しばき倒すぞ。わかった、お相撲さん属性。そんな属性あると思う？ないです。誠にごめんなさい。じゃあ次うちな。まあうちは日の打ちどころがない超絶美少女キャラって言われるやろな。まあ、バカネは。そうですね。一言で表現するには難しいですが。あん、ですかね。まあまあ、シャクトってその回答てめえ。葵、うちのいいところをこのボケに言ってやるんや。でもお姉ちゃん、アホだよね。確認すんな。いいや、茜さんはアホじゃなくてこう天然っていうか、こう奥底からにじみ出るいい人のオーラをいい感じにまとってるというか。ふわふわのフォロー。まあ、茜ちゃんは天然で素直なところが可愛いよな。なんかこう、いたずらしたくなる可愛さがええと思うで。ママ、綺麗よ、やめろ。ついなちゃん可愛い。いや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 、でも私影薄いし、何も取り柄がなくて。ついなちゃんはあれや、純粋なところがええな。純粋で素直だからこう、まっすぐ直球な可愛さがええと思う。天使属性やな。ママ、違うね、やめて。葵ちゃん、私なんて人見知りでオタクで。いやいや、葵ちゃんにはいいところがたくさん。あかり先輩と先生とついなちゃんの絡みでご飯いけるオタクですし。おい、待て、何しとる。うちも登壇好きやで。あ、ちょっと静かにしててね。葵ちゃんはあれやな、好きなものにまっすぐなのがええな。あとこう、母性本能をくすぐる可愛さがあると思う。可愛いのに自信がないところとかも応援したくなる魅力がええな。ママ、しまうっちゅうに。じゃあみんな、うちのチャンネルのママに敬礼。やめろっちゅうの。呼んだ。呼んでないタイプ。